サービスの本格化が期待される 5G。 その代表的な特徴は高速大容量、多数同時接続、超低遅延の3つです。この特徴を生かし、 5G は自動運転や遠隔医療など次世代のサービスへの展開が期待されています。しかし 5G エリアは現時点では都市部などに限られており、情報格差の解消のためにもさらなるエリアの拡大が求められています。従来のシステムは 5G のコアネットワークから光ファイバーによって有線でつなぐ必要があったため、工事に時間やコストがかかってしまうものでした。京セラが開発する 5G ミリ波バックホールシステムでは、有線接続されていた区間をミリ波による無線接続に変更することで工事を迅速に進めることが可能。基地局整備の時間とコストを大幅にカットすることで、 5G エリアを迅速に拡大し、より多くの人々に次世代のサービスを提供することが可能となります。また、京セラが長年にわたり培った PHS での無線基地局技術を生かし、小型・軽量化や省電力化を図ります。さらに、ベースバンドに汎用サーバを使用することで、専用のハードユニットが不要になり、導入と運用に伴うコストを低減し、機能拡張も容易になります。オーラン規格を採用しており、さまざまなマルチベンダーに対応。2022年1月から4月まで東京都あきる野市で実証実験を実施。この実験において、ドナー局から 1,000 メートル以上離れた中継ノード局までをミリ波で接続し、安定した通信を確認できました。京セラはこれからも新しい通信技術で人々のより便利で快適なライフスタイルの実現に貢献します。ブリンギング 5G クローサートゥーユー、 一人一人の暮らしをもっと豊かに。